皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業で年商1000万円を達成できる人とできない人の違いについてをお伝えしていきたいと思います。毎年ですね、確定申告のシーズンとかになりますと、もう法人の、メンバーと、あと個人事業主のメンバーと、いるんですけれども、今年はこういう売り上げになりましたとかっていうのをね、ご報告いただきます。で、そうだな、2年前ぐらいですかね、私、うちのメンバー、全員を最低レベル1000万円は稼げる状態にしよう、引き上げたいっていうふうに思って、もちろんまだ全員っていうのはできてないです。できてないんですけれども、2000万とかのメンバーがボコボコ出てきたりとか、中には突出して1億っていうメンバーもいるんですけれども、そのメンバーの、紆余曲折はあるんですよ。そこをもちろん目指してないタイプの方とかもいらっしゃるので。ですが、最近ですね、新しい方とか、いろんな方とね、お話をする機会がある時になると、こう目標値が昔の教室業の目標値より上がってきてるなっていうのは実感で感じてるんですよね。で、その上がってきてるなっていうのは、世の中の物価が上がってきてるからっていうのもあるんだと思うんですけれども、教室業って奥様の趣味でしょみたいな世間の概念が、いや、ちゃんと仕事として稼げる仕事の業種の一個だよねというふうに多分変わってきたから、皆さんの目標金額もね、上がっていったんだと思うんですよ。だけれども、実力があってもできないタイプの人っているんですよ。で、そこまで実力、言葉は悪いんですけどね、そこまで実力がなくてもできちゃう人いるんですよ、1000万が。で、この違いを今日は、ちょうどその年度末で締めて結果が出た人の行動とか思考とか発言とか、私が教えてることも含めてですけどね、それをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思って、今回のテーマを選びました。さあ、では本題に入っていきましょう。まず、最初に結論を言いますね。教室業で年商1000万円を達成できる人とできない人の違いですね。これは、まず一つ目、素直であるかどうかということと、あと二つ目、自分の天井を決めないということと、あと三つ目、大きな夢があるという、この三つになります。拍子抜けしましたか？当たり前な内容だからっていうね、のもあるかもしれないんですけれども、こちらはですね、そこそこ大事な話になるので、一個一個ちょっと紐解いて解説をしていきたいと思います。まず一つ目の素直であることっていうのは、一見簡単そうに聞こえる内容じゃないですか。これって、やってみると分かるんですけれども、案外皆さん、特に目標値を達成できないタイプの人は素直じゃない人多いです。素直じゃなくて達成できるんだったら、そもそも私のアドバイスいらないタイプの人なんですよ。そもそも。自分でできちゃうタイプ。もうこの人、ほとんどいないですけどね。課題があるからコンサルタントってつけるわけじゃないですか。自分で解決できて、自分で目標値達成できる人だったら、コンサル契約いらないんですよ。そもそもね。だからほぼいないと思ってください。で、じゃあ頼んでいる人の中でも、実力以上にうまくいく人と、実力があるのにうまくいかない人っていう区分けにしたときに、一番大きな違いは素直さなんですよ。素直さって、じゃあ具体的にどういうことが素直であるかどうかっていう話。ちなみに、私は、12年になりますけれどもね、で、コンサルの先生も、長くずっとやってた方もいらっしゃるし、スポット的にお願いをしている方もいらっしゃいます。いらっしゃるんですが、すべての先生のもとで言えることは、先生の言うことには一旦は必ず従って行動するっていうことはしているので、私は素直です。で、他の方とかでもうまくいってる人って、みんな一旦自分が決めた師匠が言っていることは、
とりあえずやるっていう人がほとんどなので、まず素直であるかどうかの一番大きな判断は、その言われたことをまずはやってみるっていう行動に転化するっていうことができる人はうまくいきます。はい。これはロボットになれとか、その何でも言うことを聞いて考えを持つなっていうことじゃないんですよ。考えを持つなっていうことじゃなくて、なぜ先に行動が必要かっていうと、それが先生が言ってることは、私の業界では当てはまりませんよっていうことをもし言いたかったとしたら、やってみて言うっていうのが順番なんですよ。まず。やる前にいろいろ考える人多いんですよ。一応コンサルタントの先生は、経験値と、あと予測値において一番最適な答えを出してるはずなんですよ。で、それを素人目線の大して経験もない、まあ、その人のね、頭で、それを反対してやらない理由ってどこにあるんですかっていう感じなんですよ。信じて自分が契約した人ですよね。だったら、一旦は言われた通りやればいいんですよ。まずは。で、やった結果、その二人がね、望んだ、コンサルタントの先生と、あなたが望んだ答えにならなかった時に、初めて、私はこう思うんですっていうのを言っていいんですよ。まずは、やる。で、やり方がわかんない時は聞いたらいいと思いますよ。こう、例えばじゃあ、どういうふうにっていうのを言われたとするじゃないですか。で、すごく、大変なことをされるというコンサルタントの先生もいらっしゃいます。それは長年そういう人たちを見てきてるから、あ、この子はできるポテンシャルがあるなって言ったら、さらりと難しいことを言う、その時の自分にはですよ、難しいことを言う先生もいます。私も実際そうでした。だけれども、やるっていうことはもう決定してるんですよ。大変とかやれないとかじゃなくて、やるは決定しちゃってるんです。とすると、いいやり方を聞くしかないんですよね。今私が思いつく、それを達成するためのやり方はこういうやり方なんですけど、そのやり方でいいですかとかね。あと、もうちょっと時間短縮できるうまい、効率いいやり方ありますかとか、もうやる前提での質問になります。やるかやらないかっていう、迷うとか、こんな方法がいいと思うんですけどとか、私はこれをやりたくないんでこれなんですけどっていうのは、その段階でいらないんですよね。だってできてないじゃないですか、あなたは。で、できてる先生からのコメントなんですよ。それは、やるんですよ、一旦。やった上で、なんか違いますっていうのを、検証と調整を繰り返していくっていう、この順番が逆になってる人とか多くて、言われたことを曲げるんですよね。自分なりきに、自分の解釈で、自分にいいように、自分が楽なように。っていう、そういうタイプの人は、まず、その1000万とか言わずにしてもですよ、もっとちっちゃい額とか、もっと達成したい夢とかがあっても、まあまあ叶わないです。大体です。はい。ゼロとは言いませんけどね。だから、目標値、特に、まあ、一つのバーとして、世の中の流行りなんでしょうか、月商100万とか年商1000万っていうのを望む方が多いので、今解説してますけれども、まずですね、自分なりきにこねくり回そうとする人が多すぎるんですよ。つまり素直ではないっていうことですね。そこに私はこう思うっていう感情は、そのアドバイスをいただいた内容をやった後に初めてコメントを出す内容になるので、これ順番間違えると当たり前ですけど、うまくいかないんです。だから振り返ってみて、割と速やかに年商1000万とか3000万とかバーンっていくタイプの人って素直なんですよ。ぐちゃぐちゃ考えない。で、私はこう思うんですけど、これはどうですかとか、例えば私がこのプランがいいですよねって一旦決めたのを考えてこねくり回してくる人も結構いて、で、またやり直しますよね。で、また設計し直してっていうのを繰り返すタイプの方いらっしゃるんですけど、繰り返すよりも、さっさとやってしまった方が、結果が出て、直していけるんですよ。だけれども、こねくり回す人って、自分がいいように結局やりたいんですよ。私のアドバイスとかじゃなくって。で、結果、
そのうまくいかなかったりするわけですよ。だって私うまくいくように言ってるわけだから。で、その時にどうしたらいいですかって言われても、いや、あなたが決めたんだから、あなたが決めたように最後までやりましょうよと言いたくなります。はい。まあ、付き合いますけれどもね、そういうふうになったって、なっちゃうの予測できてますから。うん。だけど言うこと聞かないから、まあ、いっか、自分でやりたいようにやればねっていうのを、まあ、見てる感じ。まあ、あまりそれがね、すごく続いたり多かったりっていうことだったら、当然、契約書いらないわけですから、私がね。そしたら、もうそこはコンサルとして、面倒は見れませんっていうことになってはいくんですけれども。こちらだってやっぱりその方の夢を叶えたくったってめちゃくちゃ頭のリソース使うんですよ。もちろん調べ物もしたりとかですね、そういうことをやるんですよ。その人のために人生をかけて変わりたいっていう、その私の熱量を受け取れないタイプの人とって一緒にやったって面白くないじゃないですか。だからどこかの段階であまりにも主張が強いタイプの方で、言ったようにやってくれないなっていう方は、こちらからコンサル契約をお断りするケースもあったりします。はい。なので支配下に置きたいとかじゃないし、自分の考えを捨てろって言ってるんじゃないんですよ。一旦やってから言おうっていう、この順番逆なんですよね。やらずしていろ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 言ってくるので、やった結果をもってして話し合おうっていう、そこをまずね、順番を考えてほしいっていうのがあるのがあります。だからうまくいってる人ってみんな素直です。はい。自己流でやりたがらない、一旦聞く、やってみるっていう人が多いですね。まずこれ一つ目。あと二つ目ですね、自分の天井を決めない人、自分で。これが伸びるなっていう感じですね。私も一応経験値はあります。あるのと、あと本人が持ってる能力、今までやってきたこと、あと業界の事情、立ち位置、ポジショニング全部を含めて、本人が望むのであれば、ご本人が望むのであれば、ここまでいけるよねっていうのは私の中で見えるんですよ。だけれども、そこの、ここまで見える。だって夢とほぼ近い状態なんですよ。ここまで見えるっていうのは、私が、あ、いけるよねって思うのを、いけるねって、私が言ったことを素直に信じて、だからさっきの素直です。素直に信じて、爆速で頑張る人って爆速で成果が出るんですよ。だけれども、それをやることによって、こういう残念なことが起こるかもっていう、残念なことに対するフォーカスの度合いが強い。例えば自分の時間がなくなるとか、家族とうまくいかなくなるとか、まあ、いろんなこう要因と要素をね、考えちゃったりして、天井を決めるタイプの人いるんですけれども、この方はある意味慎重だし、ある意味計算をするっていう意味ではいいかもしれないんですけど、よく考えてほしいんですけど、現状まだその、いけるよっていう自分の大きな夢のところにそもそも行ってないじゃないですか。てからそれ心配したらいいって思ってるんですよ。だから行ってもいないうちに忙しくなっちゃったら、なんかこういう時間が取れなくなる、これができなくなるって言って、自分の天井を決めてここに行かないっていうことを無意識に決めて制限かけるタイプの方いらっしゃるんですよ。で、制限はかけたっていいんですよ。だったらそこを目標値にすればいいのに、私にはここまで行きたいって言っておきながら、自分で制限をかけて、で、この伸びしろをやっていこうって思わずに、この段階でうだうだ考えてるみたいなタイプの人がいるので、なんだろうな、限度を一致しないタイプの人もコンサルしてて苦手です。やりたいことがあったら、恥ずかしかろうが何だろうが、どんな夢だって私聞くんですよ。突拍子もない夢だって聞きますよ。だって私がそういうことを語る人だから。なんか、私結構大変だなっていう夢語る時あるんですけど、普段からそういうのを言っちゃってて、やっちゃってるせいか、みんな、あ、高橋さんならやるよねって言って信じて疑われない状態になってるんですよ。信じて疑われない状態っていうことはできてしまうんですよね。まあ言ったもん勝ちっていうところはありますけど、言ってるうちにそれに近いような状態の人とかを
見つけていくこともできるし、言ったことによってやりたいって思えば、それを探していくことになりますからね。だから叶っていくんですよ、言うっていうことは。だから夢がものすごく大きな夢があるんだったら、自分で天井を決めない。ただ夢に行くためのブレイクダウンの階段は作らないといけなくって、この階段の作り方が、特に女性起業家、まあ、教師の先生もそうなんですけど、下手だなっていうのはすごい感じます。ここに行きたいっていう目標があって、その階段が下手くそだとですね、作り方が、ここの自分なのに、ここっていきなり慣れないんですよ、物理的に。階段を登っていくから慣れるんですね。で、階段作らないでここ目指して、ああ、できないって言って諦める、落ち込むっていうタイプの人が異常に多いんですよ。いやいやいや、ここはいいんですよ。で、ここにどうせ私は行かないからって言って、ここで止めるっていうと、それ以上の伸びしろなくなっちゃうから、自分で自分の天井を決めないっていうことですね。ただ、必要なのは階段、段階を追う階段を自分で組める人は組んでください。組めない人はプロの手借りた方がいいです。次の目標、次の目標、次の目標っていうことで。で、余談なんですけれども、先日、ミュージックビデオの音源が出来上がったんですよ。3作目になるんですけど、で、その出来っていうのは、私の中でも史上最高っていう、すごくいい出来で、サックスの先生にもね、それを報告、もちろんして言った時に、まあ、5年の段階での内容になるんですけれども、自分のね、過去を振り返っても5年でここまではできていないって言って、で、本当にすごいって言われたんですよ。で、自分は、私はですよ、すごいって言われるっていうことのために言ったんじゃなくて、いい感じにできたんですよって言って、えつってたんですよ。自分がえつに入るみたいな。うわ、嬉しいみたいな。それを報告しただけだったんですけど、やっぱ基礎力っていうのは、表現力とかをね、支えるんだよねっていうことになって、すごく褒められたんですけれども、これ5年間、まあ、ずっとやってきている間にですね、まあ、いろんなことはありますよ。それは、だって技術を上げていかないといけないわけじゃないですか。で、その時に、次の指令が出てくるんですよ。その次の課題に行く時に、次の課題に行く時に。で、やってないことをやることになるので、うまくいかないんですよ、やっぱり。で、例えば、その私も、じゃあミュージックビデオを作ります。で、やりたいですって言って、いきなり目指して、できなかった、落ち込む。じゃないんですよ。5年かけてここまで来てるし、全国のライブツアーもやりたいって言って、あらゆる場所でどういう環境でやっていくかっていうのを毎回毎回試しながら成長していっているんですよ。で、それも私の場合には自分で段階を作るタイプの人なので、ここまで行って、で、それをまたフィードバックする、プロからの指導をもらう、そしてまた現場でそれをやるっていう、もうその繰り返しばっかりなんですよね。だから私はミュージックビデオを作るって言ったら作るんですよ。だ、そこで自分の天井は決めないです。いや、実力が足りないって言うんだったら、足りるように練習すればいいじゃないですか。それがどれぐらいかかるか分かりませんけどね。だからミュージックビデオっていいのは、音源と映像は別撮りなんですよ。だから映像がいい感じのは下手でもできるじゃないですか。そういう顔をして、そういうふうにして、そういうふうに撮ってもらえばいいだけだから。音源は成長してなかったら、もう一回撮り直して映像とかちゃんこすればいいだけじゃないですか。って思えば、どういう状態だって作れることはできて、結局、自分がそれをやりたくってやるわけですから、それによってお金をもらってプロで活動したいわけじゃありませんのでね。っていう、そういう領域なんですよね。だから、自分の天井って仕事上もそうなんですけれども、天井を決めるとそこで止まります。あと考え方ですね、思考癖。前にコンサルをね、していて、相談を受けたのがね、まあ、やっぱ1000万、まあ、行ったらお金もあるし、もっと超えたら楽でいいよねって思う部分がある方がですね、超えそうになると予約が止まる方がいて、 それ無意識なんですよ。本人が忙しくなるから嫌だと思うと、その波動がちゃんと伝わってですね、予約が入らなくなるんですよ。それまではコンスタントに入ってくるのに。
なんで、それを繰り返してた方に言ったのが、忙しくなっても、あ、間違えた。予約がいっぱい入っても忙しくならない。そして売り上げはちゃんと上がるっていう、この思考の設定をしてくださいって言ったら、時間は少なく忙しくならず、生徒さんも増えて、売り上げも 1. 何倍とかに増えたんですよ。だから、セットアップすると、天井を決めると、そこまでで止まります。多分。で、それを引き上げるためにどういうふうに引き上げていったらいいのかっていう設計をしてくれるのがプロフェッショナルなんですよ。私で言うとサックスの先生。で、皆さんで言うと事業の状態を先に知って実践をしているコンサルタントの知恵です。これをやっぱり使うっていうのが、まあ、早道ですよね。だからこれを上手に使っている方、天井も決めずに、夢はあるんですよ。夢あるけど自分でここは無理だなっていうのを決めない人の方がスッと早く夢が叶ってますね。これ2番目。で、3番目。大きな夢がある。この夢も、誰にも馬鹿にされるものではないんですよ。大きな夢。ね、私は還暦の時にはフランスのパリに行って、エッフェル塔のたもとでストリートミュージックとしてのサックスをやり、ね、宮殿借りて、パーティー、誕生日パーティーやりたいとか言ってて、まあ調べてますけどね、宮殿が思ったより高い。高い。高いなっていうので、調べてるから高いって分かってるんですよ。とかね。あとは、研修所っていうと言葉があれだから、サロンメンバーとか私の仕事場でもあるような状態なんだけれども、眺めがいい。大きなね、30畳ぐらいのリビングがあって、アイランドキッチンで料理の先生が多いですからね。で、みんなが集まったり、研修とかセミナーができたり、まあ、あとはそこを使いたいメンバーに貸したりとかしてっていう、めちゃくちゃ眺めのいい、海も見えて夜景も見える、まあ、だからみなとみらいとかになるんですけど、そのあたりのマンションとかを中古で買って、自分の好きなデザインでリノベーションして、そういう使い方をしたいとかね。いろいろ問題がありますよ。そういうふうに思って調べていくと、1億4、5千万はかかるし、さらにそれにリフォーム入れたら2億かとか、それを不動産を持つことによって、どれだけ税金払わなくちゃいけないのかとかね、固定資産税とかいろいろ、あと修繕費とか管理費とか、維持していくのにどれぐらいかかるのかとかいうのも計算していくと、まあな感じになっていっちゃうんですよね。で、そのモデルが本当にいいのか、使う頻度はどうなのかっていう。だから、夢はめちゃくちゃ大きな夢があって、で、それをバランスの問題でお金がどうにかなれば、それできちゃうわけじゃないですか。一方で、アランドワールド、世界一周しながら、ね、世界中の方とつながりながら、そういう、こう、マインド的な部分とか、事業的な部分ね、いるじゃないですか、日本人とかね。そういう人がオンラインで活躍できるような知恵をお伝えしていくっていうセミナーを各地でやりたいとかね。いやー、寿命までに行けんのか。まあ、道半ばで前向きに倒れる分にはいいなと思ってますけどね。だから、その夢があって、そこの夢に向かってずっと進んでいるので、その軸の通過点が単なる1000万で、通過点が3000万で、通過点が5000万で、通過点が1億なんですよ。いろんな手段ありますよ、やり方として。自分で稼ぐのもあるし、お金に稼いでもらうっていう投資とか財産形成とか。で、こんなことを言ってたって、世の中がガラッと変わると一気にお金がなくなったりとかね、することはあるかもしれないんですけれども、お金が仮になくなったとしても、私はもともと貧乏からスタートしているので、何度でもお金を作るっていう、錬金の、鋼の錬金術じゃないですけど、錬金の心が、鋼の心があるので、何度でも立ち直りますよ。生きてる限りはですけどね。って思うので、その思考で動いていくと、しょうもないことをいろいろ考えている時間もないし、もったいないし、あと、なんか小さな人間関係ですね。小さな世界でのいざこざとか、それをこう大きな対局で見ると、本当どうでもいいっていう話が多いんですよ。だから、そこに振り回されているから、思考のリソースがそこに取られちゃって、もったいないんですよ、時間が。
皆さん寿命はね、長いって思ってるかもしれないけれども、いつ何時何があったっておかしくないんですよ。だから今を精一杯生きるってなると、もう時間のリソースも感情のリソースも知恵も行動も全部やりたいことに全振りするべきなんですよ。と私は思って活動してるから、全振りしてる姿そのまんまが多分皆さんにね、ダダ漏れ状態で流れてってるはずなんですけど、よくね、好きなことができてて楽しそうとかって言われますけれども、それは高橋さんだからですよねっていう、もうこういうことを言う人、本当、いや、やってみてから言ってくれって思いますよ。だって、やれる可能性なんて誰にでもあるんですもん。私はやれる可能性を信じていつもやっているだけなので、音楽なんてやったことがない、諦めるって言えば諦めるけど、諦めなければ今の領域まで達することはできました。領域っていうのが、私的に満足している領域ですよ。確かね、何でもプロフェッショナルとか1万時間あればなれるっていうふうに言ってますけれども、実は私もうすぐ練習記録の動画が1000本になるんですよ。今970何本とか900いくつ、もうすぐ1000本になるんです。そうすると、1本あたりの動画って最低1時間とか2時間なんですよ。だから少なく見積もって3000時間は5年間で練習してきてるし、多く見積もれば2時間だったとしたら、3、3、あ、あ、ごめんなさい、間違えた。1000本だから、1時間で1000時間。で、2時間だったら2000時間。なので、まあ、あと5倍必要になるから、時間を増やすか、効率上げるかなんでしょうけど、だから2000時間近く練習してきてるっていう感じですね。だから、それは積み上げです。なので、そうはならないと思ってる人は、まず時間の使い方のリソースとか、自分がどういうふうに時間を使ってるのか、どういう思考で動いてるのか、だいたいね、まあこの3つができてない人が、そもそも1000万とかいう、まず1つのバーを達成できてない人がほとんどです。やりたかったらですよ。やらなくていい人はやらなくていいです、別に。やりたいっていう声が多いから言ってるんですけど、だから素直である、自分の天井を決めない大きな夢がある。だからこの3つがない人なんです、できてない人って。素直じゃない、自分はできないって思ってる、大きな夢も特になく、漫然となんとなく1000万って言ってますみたいな、このタイプの人は絶対に無理と思ってます、個人的にですけどね。あとはうちのメンバーを見てて、サクッとライトに軽やかにできてる人って、この3つがね、すっごいね、普通に備わってるんですよ。だからここはね、間違いないなっていうふうに思っているので、まあよかったらね、夢叶えたかったら、ちょっとそういう意味でね、参考にしていただければと思います。今の世の中、昔ね、サラリーマンとかで1000万っていうのってなかなか大変なんですけれども、自営で女性の一人の力でもまあまあできるようになってるんで、いい時代になったなってつくづく思います。以上です。それでは。